皆さんお疲れ様です。今回はよくわかるもらい火検証、パート2です。なぜパート2なのかというと、前回のよくわかるもらい火検証で不手際がありまして、何かというと、もらい火状態の解除は、交換するとき、特性が変わるときの2つのタイミングなのですが、私は一度炎タイプの技を使うと解除される、と勘違いしておりました。すみません。この勘違いによって、前回動画で手助け状態のダメージを検証しているとき、実際はもらい火状態と手助け状態が両立している形で検証してしまっていました。ということで、正しい検証を行えていなかったわけですが、これによって、前回の動画で述べた結果、結論が変わってしまうのかというと、結果は同じで変わりません。もらい火の補正が、攻撃、特攻にかかっているのは事実です。ということで、今回の動画は、前回の理論、結論はそのままに、改めて正式な検証方法を投稿する、という趣旨の動画になります。紛らわしい形になってしまい申し訳ないです。ごめんね。では、新たな検証動画の前に、手順をお話しします。前回同様、特攻を6段階下げたレベル1ブースター、特防を2段階下げた P で検証を行います。はじめに何もない状態の火炎放射を5回、もらい火状態の火炎放射を5回打ちます。この時、2つのダメージが同じであることを確認します。続いて、ブースターを一旦手持ちに戻してから、サイド場に出し、特攻を6段階下げます。これでもらい火状態が解除されます。最後に、手助け状態で6回火炎放射を打ち、ダメージが変わることを確認します。本当は10回くらい打とうと思ったのですが、諸事情で6回となりました。前回との大きな変更点は、一旦ブースターを戻してもらい火状態を解除するという項目が増えた感じです。では、動画を見ていきましょう。最初の3ターンの準備は変わらないので8倍速にしますね。ブースターの特攻6段階ダウン、B の特防2段階ダウンが終わりました。では、もらい火は発動せず、通常の状態で火炎放射を打ちます。あ、ちなみにターン潰しの技は、必ず失敗するいびきにしました。ブースター以外の3匹は起きたままいびきをしてもらいます。さあ、火炎放射。4ダメージでした。これは16分の1の確率で出る最高乱数ですね。ブースター、張り切っています。ではあと4回分は8倍速で。5回終了です。最高乱数が1回出ましたが、前回同様に大体3ダメージでした。続いて、ブースターのもらい火を発動させ、もらい火状態のダメージを見ていきます。通常の火炎放射と同じく、3か4ダメージしか出ません。B の火炎放射でもらい火発動です。もらい火状態の火炎放射。3ダメージですね。通常状態からダメージが増えていないことがわかります。では8倍速でお送りします。5回終了。一度最高乱数の4が出たものの、やはりもらい火状態でダメージは増えませんでした。この段階で、もらい火補正が攻撃、特攻にかかっていることがわかります。では、ブースターを交代してもらい火状態を解除し、再び特攻を下げます。終わりました。では、
ここからは手助け状態のダメージを見ていきます。ダメージは4か6しか出ません。急所に当たれば別ですが、さあ、ロトムの手助け。フレフワンはいびきの PP がなくなってきたので甘えるでターンを潰します。 P はいびきを続行。さあ、手助け状態の火炎放射、4ダメージが出ました。これも5回打ってみましょう。5回打ち終わりました。値はすべて4ダメージと、やはりもらい火状態を解除し、手助け状態のみでも結果は同じでした。3ダメージが一切出ず、明らかにもらい火状態よりもダメージが増えています。もらい火が威力に 1.5 倍される効果だったなら、この手助け状態と同じ結果になったわけですね。そしてもうちょっとデータ取りしようと6回目の火炎放射を打ったのですが、これが急所に当たってしまいました。ここに来て、24分の1を引くブースター。張り切ってますね。P が倒れたので、検証はここまでとします。ということで、検証結果ですが、何もない、通常状態でのダメージは、5回中4回が3、1回が4でした。もらい火状態のダメージも、通常状態と同じ結果でした。一方で、手助け状態のダメージは、6回中、5回が4で、1回が8でした。この8ダメージは急所なので、参考にはなりませんけどね。ちなみに、もらい火状態と手助け状態の両立は、前回の動画を参照してください。ということで結論です。もらい火の 1.5 倍補正は、やっぱり攻撃、特攻にかかっていました。なので、結果は前回同様ですね。大変お騒がせしました。ということで、もらい火検証は以上となります。ご視聴、ありがとうございました。